はい、お願いします。はい、夏木ですけどね、さきは夢あさま、うちで新しい品種にか切り替えてるからね、これがね、氷川よりはねちょっと後というふうな具合ですよね。それでもう袋かけないとこんな大きくなりました。おー、ずいぶん大きくなってきましたね。だから2週間後にはもう近い、2週間じゃ偉いかなぐらいでもう出荷ないじゃないかな。だからね、6月、まあ、半ばぐらいですか。後半、そうだね、後半ぐらいにはなりますね。おー、これがそうですか。うちの新しい品種、夏木という期待を持って味がいいというふうなことでね、変えてみたですけどね、この木、これにね。だからもう袋かけてやらないとかわいそうで。あ、じゃあもうすぐ袋かけ作業ですか。はい、はい、そうやって続いてこれがね、サマーエンジェル。サマーエンジェルはまだ小さいね、一応摘果が終わったというところですね。これ小さいからかわいそうだけど取っちゃったね。あの生育はどうですか。まあ例年通りぐらいじゃない、納得じゃないかな。ちゃんと記憶力が弱くなったからね。あ、だけれどちょうどだ、去年はねちょっと慣らしすぎたから今年は少なめにしたですけどね。そうですか。皆さんにね、ご期待をしていただくにはね。ああ、ところで富士山綺麗だな。雪が今早いね、全く今年の雪の雪解けは。あと2週間といえば溶けちゃうかな。そうですね。ほう、夏のね、半ばといえばね。はい、ありがとうございます。